はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回は久しぶりにヤケクソ育成シリーズやっていきたいと思いますが、使うのは開花新社タルタリアです。まあ、これだけだと 何かわかんないと思いますので、早速ね、どういうことかをね説明していきたいと思います。まず新しい元素反応開花なんですが、水元素プラス草元素によって草原核っていうね、あの緑色の実を出せるっていう元素反応なんですけど、これ一定時間経過すると爆発しますよね。でもちろん周囲の敵にダメージを与えるんですが、実はですね、自分のキャラクターに自傷ダメージもあるんですよ。タルタリアと HP に注目してほしいんですが、弾けるときに472ダメージ受けてますね。まあ、そんなに痛いわけではないんですが、普通に考えたらまあこれデメリットであると。ですが今回はこの自傷ダメージを悪用する方法を考えました。それがこの新社往生録という章にとって相性のいい生物ですね。これの効果見てもらいたいんですが、4セット効果が自分のキャラクターが HP を失うたびに攻撃力を 10% アップする。しかも最大40です。はい、というわけで皆さんもお分かりですよね。今回はこの新社往生録4セットを装備し、タルタリアでねあえて開花反応の自爆ダメージを受けることで攻撃力を上げていこうという強戦士のような戦い方になります。まあ、タルタリア単純に開花と相性いいというのもあるんですが、戦闘強ですからね、タルタリアのキャラクター性とも合っている戦法じゃないでしょうか。はい、では早速開花新社タルタリアの攻撃力がどれぐらいになるか見ていきたいと思います。もう現時点でも攻撃力2220と結構高めですね。まあ、新社2セット効果の、プラス 18% 発動してますから、まあ、今時点でも高いんですが、4セット発動するとねさらに 48% かな攻撃力プラスされますので、まあ、それを見てみましょうか。はい、まずタルタリアとこれで開花を起こして、で、はい、これで草原核4つ分5分出てますね。これが割れる頃にはマックスになるはず。おお2692 ちょっと盛りすぎなぐらいですね。めちゃくちゃ上がるじゃないですか。4セットだけで470ぐらい上がりましたね、攻撃力。いや、さすがに強いな。うん、まあ使うのはやっぱ条件ある分、しっかり上昇量は高めにしてありますね、この生物。あと皆さん、これ開花で自傷するのはいいけど、それだと死んじゃわないって思いますよね。なので今回バーバロを採用することによって、ちゃんとね開花でダメージを受ける分も回復して回収できるようにしてあります。いや、いいぞいいぞ、めっちゃ気持ちいい。マグー剣気が今出れてくれましたね。逃げなかったので、なんか思った以上に開花反応でバシバシダメージ入ってた。こんな感じで開花反応って身の数が5個より増えると即時に爆発するようになるので、身を出せば出すほどダメージ出ると、まあ、どんどん爆発していくっていう反応になってますね。なので今回はとにかくバーバラタルタルで水付与して、コレイと主人公で草付与して、どんどん開花反応を起こしていこうっていう感じです。はい、じゃあさらにですね、コレイに終焉弓、バーバラにあれですね、竜殺しを持たせた状態でどこまで攻撃力が伸びるのか。うわっは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 3200 もうベネバフじゃん。セルフベネバフできるようになっちゃいました、タルタリア。ここまでやる意味があるのか、効率がいいかは置いといて、凄まじい攻撃力上昇っていうか、あの普通にですね、開花タルタリアが強いし楽しい。まず普通に強いくないですか。タルタリアってやっぱあの水元素付着がめちゃくちゃ優秀で、バンバン水元素付着して開花を起こせるので、なんかかなり合ってるんですね。まあさすがにこの編成はちょっと新社プラス開花のネタに寄せすぎなんですが、もっとね実用性の高いタルタリア開花反応ありそうですね。はい、本当は別の動画というか、まあ、ガイア動画でお披露目したかったんですが、氷元素って開花反応を一切邪魔しない上に凍結は起こせるので、まあ、開花プラスガイア結構ありじゃないかなと思ってます。ただね、このガイアとタルタリア本気出すと一瞬で敵倒してしまうので、2人とも星1武器を持ってもらって、ちょっとどういう動きができるかっていうのをねじっくり見ていきます。はい、まず動画の趣旨どこ行ったんだって感じですけどね。まあ開花タルタリアの使い方としてちょっと紹介していきたいかな。はい、これで凍結を起こして、やばい、星1武器でもめちゃくちゃ軽く出ちゃう。いや強っ。星1にしたのに瞬殺しちゃったんだけど、まあこんな風にあの凍結反応を起こしながら開花反応を連発することができるんですよね。でしかもタルタリアとガイアってもともと相性がいいキャラクター、かつ反応の相性もこれでいいので完璧ですよね。強いて言えばこの組み合わせだとね、ヒーラーがいない、防御役のキャラクターがいないので、まあ、今後草のヒーラーとか、草のシールドキャラの実装が待たれますね。
はい、というわけで今回以上ですが、いや楽しかった。やっぱね、あの新車と開花がめちゃくちゃ面白い組み合わせなので、今回やけくそ動画として撮らせてもらいましたが、普通にタルタリアがね強いんですよ。バージョン 3.0 において水元素を範囲にねめちゃくちゃ付着しまくれるっていうのは、草元素と開花でかなり相性が良くなっています。まあなので今回はやけくそですけど、普通に強いキャラクターなので、ぜひ皆さんね、なんか自分なりの編成組んで試してみてほしいです。まあこんな感じでね、面白い使い方とかいろんな使い方試しながら原神動画毎日投稿していますので、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。めちゃくちゃモチベーション上がってもっと動画上げれるようになりますので、よければねお願いします。それでは皆さんありがとうございました。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、微課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方は、マグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。